アレクサンダー・ケイ・ニヒヒは、旧東ドイツザク選手、アイレンブルク生まれの男性フィギュアスケート選手で、現在は、国際スケート連盟公認のフィギュアスケート技術、審判員。1988年カルガリーオリンピックから1994年、リレハンメルオリンピックまで3大会連続ペア、東ドイツ及びドイツ代表。パートナーは、ペギー・シュバルツ。 旧東ドイツのザク選手アイレンブルクに生まれ、6歳の頃にスケートを始めた。当初は男子シングル選手として活動し、1981から1982年シーズンの世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得。後にペギー・シュバルツと組ペアに転向。1987から1988年シーズンの東ドイツ選手権で優勝。 1988年欧州選手権では初出場で3位。東ドイツ代表として出場したカルガリーオリンピックでは7位となった。東西ドイツ統一後の1991の1992年シーズンのドイツ選手権で優勝。1992年アルベールビルオリンピックではドイツ代表として出場しのない。3度目のオリンピックとなった1994年。 リレハンメルオリンピックでも7位となったが、同シーズンをもってペギー・シュバルツとのペアを解散し引退。現在は国際スケート連盟公認の技術審判員として活動している。ありがとうございます。